ロシアワールドカップの初め戦で黒星スタートとなり、早くもベスト16進出に黄色信号が灯った韓国代表が19日、ロシアサンクトペテルブルグでリカバリートレーニングを実施した。単純な一敗ではないだけに、チームの雰囲気も良くない。特に、韓国サポーターから非難を一身に浴びているチャンヒョンスは終始、厳しい表情だった。代表チームの関係者は、チャンヒョンスはとても辛そうで、心を痛めている。悪質コメントや非難が止まず、今回はワールドカップということもあり、より厳しい批判が相次いでいると明かした。これを前に、去る18日に行われたスウェーデンとの初め戦、パクチュホが無理な体勢でボールを取りに行こうとして、ハムストリングを負傷。全治3週間と診断され、この後の試合には出場不可能となった。この負傷原因は、チャンヒョンスのパスミス。当然、このミスはパクヒョンスだけの責任ではないが、キムミヌがタックルで PK を献上することになった場面でも、直前チャンヒョンスが守備で無理なプレーをしたため、結果として PK につながるキムミヌのプレーを生んだとして、非難が相次いでいる。